朝日新聞が支離滅裂に GoTo トラベルで、本日朝日新聞が GoTo 判断先送り提言採用されず、尾身さん明かす衆院国交意図、題した記事を配信し、その中で尾身茂さんら専門家の提案が採用されなかったとして、専門家の意見を聞きながら事業を進めるとしていた政府の説明と 矛盾ししししかねないいと主張してしまいましたこの政府がですね、まあ、例えば尾身さんら専門家の皆様が何か提案されている際に、あ聞こえない聞こえないと耳を塞いでいたのであれば、意見を聞いていないということもできるのかもしれませんが、実際にはですね、政府と専門家の間で、政府は、 壊滅的な被害を受けている観光業などを支援するために GoTo トラベルを実施したいと。尾身さんらは感染が拡大しているからちょっと待ってほしいと。では、折衷案で東京を除外したらどうかと政府が提案をしたところ、それならいいでしょうということで、尾身茂さんらも同意をして GoTo トラベルが されたといいう事実がございます政府は尾身さんらの意見を聞きながら事業を進めておりますので政府の説明と何ら矛盾はいたしませんもう朝日新聞はどうやらこの日本語自体がですね怪しくなってきてしまっておりますが、まあ、こういった新聞はこのような日本語を 勉強できる媒体のはずなんですが、もう朝日新聞の場合は、公越部すら機能していない可能性も出てきてしまいました。朝日新聞にはぜひとも今後は二度とこのような意味不明な文章を書き、読者に売りつけないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。